どもたちがゲームやスポーツを楽しみながら地域の方たちとの交流を図る場として区内10会場で開催されている大田区子どもガーデンパーティー。このガーデンパーティーでは会場ごとに趣向を凝らした催し物が用意されているのも大きな特徴です。こちらの平和島会場では子どもたちが大好きなフィールドアスレチックやミニトレインのほか、さまざまな生き物と触れ合える一日動物園も人気です。またこちらの6号会場ではローラーコースターがちびっ子たちに大人気。思いっきり体を動かせるイベントが盛りだくさんです。もともとは戦後の混乱期に親子で休日を過ごすことができない子どもたちのため遊び場を提供することを目的に実施されていたこのガーデンパーティー、今では子どもと大人、そして地域をつなぐイベントへと変化し、毎年4万人を超える来場者を集めるビッグイベントになっています。なお今年の大田区子どもガーデンパーティーは5月8日日曜日に開催されます。会場はご覧の10会場です。今年はイベントに先立ち区政70周年を記念して4月15日から21日まで子どもガーデンパーティーのこれまでの歩みを紹介する展示会を本庁舎1階のロビーで開催します。こちらも合わせてぜひお出かけください。